どうもでーす、はい、今日は、はい、うん、サムネをサムネイルをいい感じで撮るテクニック講座。新しい、ちょっとこういうのもええかなと思って、はい、サムネって結構俺らこだわってるんで、そうですね、はい、でまあもうよく見てるとお気づきの方いらっしゃると思うんやけど、うん、本編からこう抜いてるというか、うん、本編から使ってるサムネも結構多々あると、うん、そんな中で作ってるサムネもあるんですよね、はいはいはい、まあ、サムネイルってそれは俺はありだと思っていて、うん、別に嘘ついてるわけじゃないし、うん、サムネ用で撮影するってことがあるんやけど、うん、よくカジサックチャンネルで多用しているテクニックを今日はご紹介します。すごい。これ何かっていうと、まあ普通で言ったらね、先ほど言った動画内のものを切り抜くっていうのが一番まあベタな形、うん、はい、プラス、他で言うと作るで言ったら写真を撮るっていう形、うん、サムネ用で、うん、他にあるのが動画をあえて撮るっていうのがね、実はありまして、うん、はい、動画あえて動画、これなんでかっていうとよくやってるんですけど、躍動感を出すためだったりするよ、ね、うん、躍動感ね、そう、ちょっと体ぶれたりとか、わざと、うん、わざとちょっとこうバッて動画で、写真だとなかなか難しいから、うん、動画で撮ってここ使いたいみたいな、うん、こうなってるとこのここ使いたいみたいな時にブッてブレるためのを抜きたいから動画で撮るっていう、うんうん、この方法実は結構使ってるんですよ、うん、はい、だからちょっとせっかくやったら今日のこの動画のサムネそれでいこうかなと。なるほど。もうじゃあすごい躍動感のあるサムネにもなってるってこと。そう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 、あ、なるほど、こんな感じで撮ってますっていう感じでいきます、はい、じゃあちょっと安田引いてくれる、はい、うん、いくね、はい。これね、今見てる人は何のこっちゃ、まあそうですね、だと思うんですけど、はい、もう俺何回もやってきてるか分かるんだけど、はい、今ので言うとスローでいくね、はい、ここか、はい、あそこか、おお、ここ、はい、降りてね、そう、あ、なるほど、どっちか行けます、うん、上がる途中か、はい、こう降りるこの途中の、そうです、お、なるほど、どちらか躍動感出てます、はい、いいな、結構でも使ってるもんな、そうですね、うん、そういうせーので飛ぶパターンありますよね、せーの、ある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 、っていう講座をちょっと今日はぼちぼちこういうのもこだしていこうかな、タイトルどうしようかな、タイトル今から考えます、はい、